はい、こんにちは、ハリー・キーノです。今回は百式の視点になります。よろしくお願いします。このキャラ、僕エクバ2の頃によく使ってて、一応全国大会もこれで出ようかなと思ってたぐらいには乗ってたんで、割と乗れてるとは思うんですけど、僕の戦い方がね、結構変形ばっかする戦い方なんで、で今作変形になんか DJ が追加されるんですよ。 DJ これですね、これ追加されてて、前より変形しててミサイル以外にも負けるもんあるからいいやんって思ったんですけど、このアシストね、マジで弱かったです。なんやろ、一番弱いんちゃうかな、このゲームの中で。誘導がねないんですよ全然。これなんで百式が情報されることがあればね、僕的にはこの DJ の性能を上げてほしいんですけど、今年中にはまあ来てくれるでしょう。それでは第1試合見ていきましょう。第1試合は対面がダークハンドとブルーフレームですね。こちら相方はセブソになってます。いい感じに相手を減らせてるので、ここは後ろからメガバズって、これは誤射したかったんですよね、相方守るために。このキャラそういやね、変形中のアシストのことも言ったんですけど、土台が断数制になって、これなって、誘導切りがつきましたね、土台飛ばすときに。でもなんかね、前ほどっていうか、なんか弱いんですよね。なんかやっぱり耐久が少ないのがあれなんかな、耐久この作上がってるかわからないんですけど、前作とか土台の耐久1やったんで、あ、でも1っぽいな、これこの壊れ方1っぽいですね。ここは変形で逃げて横サブ食らって、ここな N サブ出し切りやったら多分覚醒溜まってたんですけど、ここはもう変形しつつメガワゾいてガン逃げして、こういう状況をね、やっぱりちょっとなんかガードして貯めときたいんですけど、でもマシンガンキャラなんで固められるんで、とりあえず飛んでますね、とりあえず飛んでる。で空中でビーム当たっちゃって、これも覚醒するタイミングがなくなってしまったんで、これフル覚選択ですね。相方もまだ覚醒入ってないんで、これまあステップ踏まれてるから、そりゃそうか、どっか行っちゃうね。でメインから横特角と、横特角のアシストがゼータガンダムがなんかようわからんの投擲して、サーベルかな、あのビームライフのサーベル投擲してミサイル撃つんですけど、あのねアシスト強いです。これなかなか強い。突撃が昔はね強かったんですけど、突撃くんがねちょっと今はやる気がないんで、まあでも当たればいつも通りエクバ2からのコンボでアシスト当たってから NN 下サブで、まだ火力は260ぐらいかな出ます。第1試合はこんな感じですね。それでは第2試合見ていきましょう。第2試合が対面忍者とライフリー。百式くんはこれはね、変形しながらもミサイル巻いて DJ を巻くしかないですね。あとは見られてない時にメガバズ。近距離の強いタクとしては突撃アシストだったんですけど、今はとりあえず横特角の投擲からのグレネードランチャーかな、あれが強いです。これですね。でここはでもステップ踏んでたからちょっと当たって、バズーカがグレネードランチャーかが誘導しなかった感じですね。でここをアシストなんもないんでメガバズ置いて、とりあえず変形ですね。この変形のミサイルをもうちょっと強くしてくれるとありがたいですね。変形のミサイルと変形のアシスト、これ強化してくれたら別にもういいんやけどな、俺何でもいい。あとはなんか土台の耐久をちょっと上げてくれれば。とりあえず変形面ですね。通常時はもう武装がもうしょっぱいので、おお、ほら強いでしょこれ。これやっぱね近距離強いんですよ。サーベル投げるまでずっと銃口かかってるんで、これなかなか強いです。近距離これ一択で、こっち400なんで2人とも減らんようにね。どっちかが減ったらそいつが前で、僕今回は F 角選んでるんで、このキャラね F で角頭振ってね、最後下サーブで締めるのが面白いんでね、火力をそり減るから、なので F にします。 C にしても意味ないですよ、こんなん意味なし。あ、でも、あ、そうやそうやそうや、覚醒中はね変わるんですよ、アシスト。ウェブライダー突撃になるんで、それもね割と使います。まあ生当てはそんな性能ないですけど。でここは見てなくてゲロビ食らって、僕が200なので、セブンソードは逃げに関しては一強なんで、一強というかまあ取れないんで、ここは先落ちをもらいたいですね。先落ちをもらいたいので、とりあえずちょっと前行って、
こっから当たって抜け角刺したので、しっかり横角初段からこのウェブライダーで、これ一緒これで向こうたまらないんで、でこっから忍者が来たんで忍者にアシストを置いて、ここ僕実は早く死にたいんで、で相方覚醒たまったので、まあ、向こう覚醒が来たら吐いてもらって、そのまま僕も起きましたね。で前角で迎撃しようとしたらもう普通にやられて、もう360河合さん100式かで格闘振ったんですけど、もうダサすぎる。見てくださいこのダサい。これはね100式が悪いんじゃなくて僕が悪いですね。迎撃されて、でもう149しかないんで、で味方も70といきなりやばい。皆さんこういうね覚醒が下手やとこんなことになるんで、覚醒はうまいこと使いましょう。これはほんまに下手くそな例です。でアシストがやる気がないんですが、ビームで落とせて、こっち4と62。これは僕ババッと落ちたいですね。落っとら多分相方フル角になるんで、とりあえず変形して、変形してる時なんか当たりましたライジングフリーダム狙撃が。でもまだ溜まってないと思うんで、相方が落ちる前にパパッと吐いてもらって、これでね落ちられたら困るん で一緒に見てアシスト置いて、こっちやばいと思ったら案の定グレネードランチャーが当たってフィニッシュと。いや強いねこのグレネードランチャー。やっぱね横アシストほんまに優秀っすわ。100式使ってる人全然見ないですけどね。シャッフルにはちょいちょいいるんですけど、固定で100式使ってるやつだって見えんしな。サファリにいるラタオぐらい。では第3試合になります。第3試合対面ハイニューと X3 ですね。こちらいつもノリセブンソード、まあセブンソードねめちゃくちゃ組みやすいんですよ。そのタイマン強いし、逃げるってなったら基本体力残せるから割と好き勝手になっても減った方がじゃあ落ちるって感じでできるんで、最初 X3 が強化してるんで、ちょっと X3 を見ながら、マルタは強いですね。マルタはほんまに危ないんで見てないと必中。で、メイン打ちつつ、メインからアシスト行くが、この、ね、やる気のなさよ。で、ハイニューが強振来たんで、強振中のハイニューは完成上昇逃げましょう。多分100式の変形めっちゃ早いんでね、ファンデルも避けます。ほら、やる気ないっしょ、あれ。ねえ、頼むわ。もう DJ のことしか言ってない俺。で、X3 通常時なんで攻めていきたいが、このアシストを置いて攻めていくが、なかなか追いつけんぞ追いつけん。で土台やるが当たらず、でメインからブー角してダウン追撃に前角と。置き攻めはね起き上がりに合わせてメイン下角やって変形して土台投げとかが強いんですけど、ちょっと怖いんでやらなかったですね。で DJ 飛ばして、 DJ さん回転率はいいんだけどね。でここは後ろから守るためにミサイル巻いて、でも当たらずメインから土台飛ばすが当たりませんでしたね。こっちの相方が覚醒あるんで、この覚醒をどちらかにぶつけてほしいですが、ハイニュー強振中なんで、まあ、とりあえず変形で逃げましょう。変形は早いので逃げれます。あと下角もね着地硬直短いんで、普通にオーバーヒートで着地するよりは下角で着地した方が。しかし着地取られて、相方が覚醒してくれたんで X3 ダメージ取ってくれましたね。でこの間に向こうにゲロビオ打つが味方に与えそうやったんでキャンセルして、ここはねちょっと消極的に立ち回りましょう。あまりって、ね、食らってしまうと意味ない。ほらーもうちょっとやる気を出してくれんか。でしっかり着地取ってと。ここは相方が落ちれば覚醒たまるので、普通に変形して逃げておきましょう。 X3 もねミニなんで、まあ前には来れないんでね、適当に相方が落ちるまでちょっと待って。この状況のセブンソードも強いですね。一人で相手の攻撃を受けれるん でミサイルちゃんと撃って、その間に相方落としてくれたので、さっきのミサイル分で覚醒たまりましたね。ここは覚醒使って吐かしたいですね。でメインからアシスト置いて、結構誘導あるの で向こうはちゃんと覚醒吐きましたね。これで使わしたので、あとはハイニューを2人で見て、でコンボしてるとこにゲロビを置いといたが当たらずと。これ僕狙われるんかな、狙われるんですけど、この変形でムーブで逃げて、変形ムーブは基本追いつかれないんで、ここはさすがに無理かな。もうちょっとステップでちゃって、まあ食らいますよね。でも117落ちてないんで、ここは熱波して相方740なんで、これゲロビ置いたのはねちょっと自爆しようとしたんですよね、自分から入って。でもそうする前に相方が倒してくれてフィニッシュと。以上
百式指定になります。よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。Let it go.